だんだんどうもカビです。8月の11日、8月の7日から8日にかけてかな、台風が通り過ぎまして、でやっぱ風が結構強かったです。雨はそこまで降らなかったんですけれど、風速大体8メートルから9メートルぐらいかな、それなりに強い風が吹きました。でビニールハウス一部破けたりしたんですけど、大した被害はなく、済みました。で今日のテーマはですね、風対策に私がどういうふうに畑を設計しているか、どういうふうに畝を作ったり、あるいは支柱を立てているか、そういったことをお話していきます。というのもですね、私の畑はもうご存知の通り無農薬無肥料マルチも使わないっていう、でしかも支柱も全部竹なんですよやばい。で耕さない、で耕さないっていうのもね、これねポイントになってくるんですけど、耕さないというよりは耕さなくてもいい状態というのが、今回私が説明する、支柱の立て方、畝の配置の結構ネックになってくるところなんですけどね。でそれらがいろいろ絡み合って今こういう形で畑を作り込んでいってる最中というところで、ね、だいぶできてきました、なのでね、この夏のこの畑ピースファームはですね、非常に見応えがあります。なかなか立体的なんでね。でそういうどういう風に作っているか、でどういうなんでこういう風にしたかもお話ししていきます。で論より証拠ということでね、畑を実際見せていくんですけど、これオクラです。ちょっとズームアップするか。最近よく登場しているオクラなんですけど、こんだけね葉っぱ広げて、今私の胸から高いものと身長を超えるぐらいまで育ってます。直巻きのやつね。で当然支柱とか支えとか一切なしです。で自立してる。でこんだけまっすぐなんですよ。台風の被害はほぼゼロで、以前だったら葉っぱ落とすとかいろいろやったりしたんですけど、やり忘れました、いろいろとねでもね無事に立ってました。で反対側のこっち側のオクラはまだ背が低いんですけど、ね、でもこんだけ葉っぱが茂ってるんだけど、あれだけ風が吹いても倒れてないんですよ。でなんでこういうことができてるかっていうところで、こういうのも今年まあ試してみてうまくいったなと思うのが、このね支柱の配置というかね、それをちょっと詳しく見ていきましょう。この支柱の配置なんですけど、私このね背が高いやつは矢倉型支柱と呼んでます。これを高い支柱で、隣は支柱を立てないか、低位柵型支柱、柵型支柱と呼ぶ、私のそうだな、腰ぐらい、高さが地上から1メートルぐらいのところに、棒を立てて、でそこを横に柵のように渡す、でそこに誘引するというやり方をします。でその隣がまたこれ矢倉型って私勝手に呼んでるんですけど、この背の高い支柱で、隣が背の低い支柱。これね台風が過ぎてね、ようやくピーマンのね手入れをし始めました。さすがに倒れちゃうんでね、もうここピーマンはちょっと枝が弱いんで横に倒れちゃったりするし、ナスもねそろそろ立てなきゃいけないです。でまた横になるとこう背が高いと。でこの高い低い高い低いがポイントです。でこうすることによって、支柱があるところだったらこの支柱に寄りかかる、もたれかかれるもの、トマトとか、キュウリとか、あとはインゲンとかね、そういうつる性のもの、あとはつる状に伸びていくものたちで背が高くなるものはこうやって絡める。ただこの高さもあまり高くしてしまうとこれ風で倒れるんですよ。であんまり高いと踏み台とか使わないと、私背がそんな高くないし届かないんで、あとは、軽トラで運んでこれる竹の資材の長さ、竹の長さの制限もあるので、一応、4メートルのものを半分に切るので、この支柱1本の長さが2メートルです。でその斜めにしてこう刺すので、高さ自体はそうだな、だいたいこの鉄柱でだいたい170センチぐらいですね。そんな感じ。それぐらいだったら踏み台使わずに木槌で打ち込むこともできるので、設置もそう難しくない、ですね。でこの逆 V 字、三角型に組んで、で真ん中にも1本こう支えを立てて、で横棒を渡すと。でこの真ん中の支柱も横に棒を渡すと。というのが基本形になっていて、でそこの三角に組んだ両サイドにまた棒を渡すことで、トマトとかね、外に出ようとするのを押さえつける。あるいはこの横に渡した棒にさらに竹の枝の補助支柱をくっつけることで、そこにつるをはわせてキュウリを栽培する。あっちですね、これはキュウリとか、これね山芋とかナタマメが今張ってるんですけど、こんな風になってますという風に、ある程度この風に強い立て方をする、あまり高くしない、これで ある程度強い風にも耐えることができるんですよ。これね、今までっていうかもう数年前はまっすぐに突き刺すだけのやつだったら、トマトとかの重みだけでも結構倒れてきやすいし、そこに加えて台風のような強い風が吹くと倒れちゃってたんですよ。もう全部ベシャンって。でもこの三角に
あの打ち込むことで、あの重さが下にかかってもこう分散されるんですよ。でちゃんとそのクロスするところをしっかり結んであげればそこで保持されるし、横の風が吹いてもこういう風な風が吹けばこっち側が踏ん張ってくれる、反対側から風が吹いてもこっち側が踏ん張ってくれる、でこっち側に風が吹いたら風が抜けるだけっていう仕組みですね。でこのバリアがないところはこのように悲惨な状況になってます。はい、トウモロコシがねいい感じに育ってきてたのに見事にぶっ倒されてと。はいこれね、あの木の影のところはねやっぱ倒れたいんですよ、こうやってこれね。というふうに、あの要は風に対してのなんていうかな、風よけがあるかないかなんです。だから野菜そのものを風よけとして活用する組み合わせ方がこの高い低い高い低いで、低いところには背が高くなるんだけど支柱を使いたくない、あ支柱を使うのはめんどくさいようなやつな、オクラなんかまさにそうですね、を植えてもいいと思います。だからこれがオクラがこっち側外側にあったら今回ねまた倒されてたと思います。はい、というような使い方ですね。でこの風よけにして利用するっていうこと以外に、この光の当たり方もあのいい感じになるようにこの高い低いで交互にしたんですよ。ずっと高い高い高いだと、まあ、それでもいいとは思うんですけど、なんだろう、トマトだけとかキュウリだけとかやるんだったら高い全部高い支柱で組んでしまうのがそれでもいいと思うんですけど、まあいろんなものを育てるので、だったら低いものでまとめるよりもこの高いものと低いもので挟んだ方が場所も効率的に使えるし、光の当たり方も効率に使えるし、でなんなら背が低いやつらは最悪支柱とか立てずにやるわけですよ、そら豆とかね、うん、でそういったものはそのサイドに風よけがになるものがあれば風で支柱がなくても倒されにくくなると、そういう考え方です。はい、で畝と畝間の幅の設計はですね、私これ1メートル20センチの畝に、で畝と畝の間の通路になるところが80センチ、だからこの1セットで2メートルというふうに設計してます。でこの設計の仕方はですね、まあいろいろ試してきた中で1メートル20センチの畝幅があったらこれ何でも植えられるんですよ。トマトだったらまあ1本1列片側に植えて反対側にちょっと日陰でも育つようなやつ植えたりとか、まあナスとかだったら2列植えることができる、うん、キュウリを片側に植えて片側には豆を植えるとかね、そういう風に組み合わせることができるし、で、あの支柱がないところでも1メートル20だったらこの1メートル20の畝を半分に分けてさつまいもを2列植えるとかじゃがいもを2列植えるとか、そういう風にもできます。はい、なので万能なんですよね。で、畝と畝の間もちょっと広めに取ってます。これはですね、ここで草を生やしてそれを刈り取って雑草堆肥化させてその堆肥をその場で自給するっていう考え方もあるんですけど、私の畑の場合はこの、体験農園的な側面もあります。ちょっと今だいぶ荒れてるというか手入れができないんですけど、あの畑の収穫体験とかもやったりするんで、その時にやっぱね40センチぐらいあれば十分作業ができるんですけど、そうするとお客さんが来た時にねすれ違いにくかったりするんですよ。なので80センチは欲しいなっていうことで通路は広めに取ってます。で、広めに取った通路は今言ったようなメリットもあるので無駄になってないんですよね、うん、で、やっぱ80センチぐらいあの隙間がないとこのね両サイドが背が高いものになってくると結構圧迫感があるんですよ。ちょっと私が中に入ってみよう。はい、こんな感じ。ここ通路です。で、ここがもう畝の肩なんですけど、これぐらいの幅がないとかなり、ね、圧迫感があるし、日が当たんなくなっちゃうし風通しも悪くなる。で、風通しが悪くなると虫が湧きやすくなって、虫害っていうのかな、起きやすくなるので、だから日当たり風通しを良くするっていう意味でも80センチぐらいあった方が栽培にはいいんじゃないのかなと思います、うん、まあね、貸し農園とか家庭菜園でこんな幅広い設計をするのはなかなかないかもしれないんですけど、一応ね、参考になればいいかなと思ってやっております。はい。まあ、あとはね、自然農法とか自然栽培的なもので、営農を考えていらっしゃる方の、まあ、参考になればいいかなと思って、今回はね、一応お話はしてますけどね。ちょっと柵型支柱も一応紹介しておきますね。はい、柵型支柱はこんな感じです。1メートルに切ったやつを、まあ、縦にまっすぐ刺して、まあ、20センチ、30センチで打ち込むんで、これ高さは80センチぐらいになります。で、これ横が、これ2メートルの棒ですね。これで横に這わして、で、この横棒に誘引するんですよ。こんな感じ。うん。でね、この自然農とか無肥料栽培だとそんなに急激にでかくならないので、横に1本這わしてあればこれで結構支えられるんですよ。でさらに大きくなったらもう一段上に横に、あの、走らせればいい。うん。
私のやり方だと、まあ、せいぜいナスがよほどでかくなっても胸ぐらいで止まるんですね。で、胸ぐらい葉っぱ広げたとしても、この高さ80センチ、70センチとか80センチのあたりで1本横で支えがあれば、あと結構自立してくれます。はい。だからね、肥料をあげて大きくして実をたくさん取りたいんだったら、やっぱでかい支柱立たなきゃいけないけど、まあ、無農薬、無肥料栽培でそんなにでかくならないし、ゆっくり育つんだったらこれぐらいでも十分じゃないのかなと思って今やってます。はい。で、芋などの、地面を掘る、掘り返すようなやつは、もう支柱があるとやっぱ邪魔なので、この端っこですね、こっち側が芋とか、まあ、あと豆とかやってますけど、まあ、こっち側が芋区画としてやってます。で、これを、間に設置しないのは、なんかもったいないからです。何かっていうと、芋とかみたいに背が低くて這うようなやつは、風がいくら吹いても別に関係ないんですよ。じゃがいもとか育つ時期だったら、そんなに強い風は吹かないですしね。うん。なので地面を掘り返す芋系はこの柵の一番外側に植えておく、そういうやり方をしてます。もちろんこっちに植えてもいいんですけどね、うん、なのでかぼちゃなんかもこっち側でもいいんですけど、まあ、かぼちゃとかはこういうところに植えたりしてますね。だいぶ生えちゃってるからもう取らなきゃいけないんだけど、これトマトもいっぱいできてんだけど、ちょっと直してあげなきゃいけない。で、こうやって崩れてきます。これ結び直してあげなきゃいけないんですけどね。うん。で、この、耕さなくていいわけですよ。この自然農の土っていうものだと。その、一般的な栽培方法だと、まあ、土を耕してあげないと、どんどんカチカチに固まっていって、栽培しにくい状態になってしまう。土の中の有機物もどんどんなくなっていってしまう。雑草を生やさないとね。うん。ということがあるし、あと、マルチを張るので、マルチを張るときに、支柱があったら当然張れないわけなんですよ。なので、耕すし、マルチを使いたい。で、堆肥もすき込みたいっていう、農業のやり方。まあ、これはね、まあ、観光農法でも、まあ、無農薬栽培でも、無肥料栽培でもね、この3つ。耕したい、マルチを張りたい、堆肥をすき込みたい。まあ、いいか。無肥料じゃないかな。いや。まあ、この3つをやるとなると、支柱が立ってると邪魔なので、毎回撤去して、保温しなきゃいけないんですけど、もうこれらをしなくていいってなると、支柱立てっぱなしでいいってなるんですよ。ってなってくると、なるべく強い支柱を打ち込んで、で、それを年中使います。夏野菜が終わったら次は、秋冬野菜っていうのかな。で、夏野菜って、だいたい秋ぐらいまで残るんで、それが終わったら、来年の、春鶏用の、エンドウとか、そういったものを巻くわけですよ。絹さやとかね。で、そのエンドウ、絹さやが終わる時期に、また今度夏野菜のキュウリとかね、トマトとかを植えていくわけです。そういう風にしてローテーションする。この栽培のやり方、私のようなやり方でも、支柱があるデメリットとしては、草刈り機で一気に刈り倒しにくくなるんですけれど、まあ、それもね、まあ、やり方次第はではあるかな。まあ、豆に草を取っていれば、草刈り機を使わなくてもいいわけですよ。うん。ある程度上の野菜がね、茂ってきてくれれば、その野菜で草を抑えるということにもなりますし、まあ、それも含めて、うねまを広く取ってることで、このうねまを草刈り機で刈れる。これ前動画出したと思うんですけど、草刈り、うねまとかを、うねまとかうねの上も草刈り機ある程度刈って、で、刈れないとこを手釜で刈るという、そんなやり方で管理します。まあ、私の場合は、どっちかというと、ちょっと小さめの範囲で作り込んで自然農をやっていくっていうわけではなくて、どうやったら、まあ、なるべく広い面積で、まあ、観光農法並みの生産力に近づけるかっていうことも一応視野に入れているわけですよ。もともとはその栽培したものを販売して利益を上げるということにも挑戦しようと思ってやっていたので、なのでね、栽培効率というか、その自分一人の手間に対して、自分一人がかけた手間に対してどれだけの収穫物を得られるかっていう、効率化とか手間をかけないにはどうしたらいいかっていうことも一緒に考えてやってきた結果が今これです。なので、まあ、さっきも言いましたけど、狭い範囲を作り込んでいく家庭菜園とはちょっとやり方が、考え方がちょっと違うんですけどね。まあでも応用できるものあるんじゃないのかなと思って今回動画にしてみました。はい。参考になれば幸いです。これトマトもだいぶまた第3陣ぐらいかな、でき始めましたね。これ大玉の世界一トマトです。これね、結んでないんですよ。それでもなんとかなってますね。まあちょっとうまくいかなかったやつもありますけど、こうやって落ちちゃうんで、これ生えてんのか。あ、こっから入るのか。で、こっちに行ってる。こういう感じでいいのありますね、これ。大玉トマトがね、ほぼほたらかしみたいな感じで、こんだけできれば上等かなと思いますけどね。これ綺麗だね、いいのができてるよ。これ熟した美味しいやつや。台風の後でもね、こんだけ、なんていうかな、劣化とかもそんなしてないというか、まあそもそもあんま綺麗じゃないんだけど、
あとこれ自然映えしてきたあの相模半白キュウリですね。これ種取ろう。まあまあ崩れてきたやつをどんどん手直ししていく感じですね。あ、やだ、ここ被害受けてるじゃないこんな感じで壊れちゃうんで、こういうのをね手直ししておくとってわけですね。まあだが本当はね、できれば鉄の管、鉄管、鉄製のものをガッツリ打っちゃった方がもう後々楽なんですけど長期間でやるんだったらね、うん、まあまあその畑でずっと栽培を続けるんだったら、そういう鉄製のものを使って、壊れにくい支柱をガッツリ組んでしまって、でこのようにやるのもありじゃないかなと思います。ナスもね、台風の後にこれ支柱ないのに倒れてないですからね。台風の前から重さで倒れ始めたやつはあるんだけど、これなかなかすごくないこれは風よけをね、うまく活用した効果ですね。オクラもところどころ倒れてたやつあんだけどね。7月末に撒いたね、16ササギ、これ31って書いてあるけど、実際28とかだと思う。伸びてきたよね。で、雑草に絡む前に雑草を取ってあげて、で、支柱を立ってあげないとうまくいかないですね。ササギとかはまだいけるはずなんでね。今日の収穫物。昨日もだいぶ取ったけど、まだこんだけね、ナスがいっぱいあるのと、万願寺唐辛子に、トマトたち、大玉、中玉、ミニトマト、いろいろあって、で、ピーマンですね。フィレンツェデンナピーマン、などなどです。